皆さんこんばんは、リサです。はい、というわけで、前々から言っていたパッキングをしていきたいと思います。で、今まで散々パッキング動画何個上げてきたんでしょう。もう分かんないぐらい上げてきたと思うんですけど、原点に帰った。大は小を兼ねるよね。今回は撮影で行くんですけど、こんな感じで一応服は選んでみました。で、いつも通りね、行きは圧縮しないで行こうと思います。3泊4日になるんだろうかっていう感じなので、はい、いろいろ持っていきたいと思います。とりあえず服を詰めます。アクティビティをするんで水着を持ってこうかなと思うんですけど、結構いろいろあります。なんか水着の紹介ってしたことなかったけど、ちょっとしてみようかな。これは割と最近買ってまだ着てないんですけど、ちょっとどこのか忘れちゃった、こういうところです。で、この水着はめちゃくちゃデザインが可愛くて、バックスタイルがこんな感じな水着で、すごいワンピースタイプなんですけど、可愛いなと思って買ったので、着るかわかんないけど一応持ってこうと思います。着るかわかんないってとこがポイントね。で、あとこれがアンディバグースかな、このクロシェの水着なんですけど、こんな感じでバリのやつなのかなっていう感じなんですけど、これも可愛いので、まあこれ多分着ると思うんだよね。で、下はこんな感じです。パンツタイプになってますね。可愛いんですよこれ。あと前にプーケット行った時に着た、これは実はスナイデルのものなんですけど、なんかこれも可愛いので、まあ多分これも着ると思うんですけど、着るかな、着ると思うんですよね。なので持ってこうと思います。で、これは H&M で昔買った水着なんですけど、普通にボーダーのやつ、これは着るかわかんないですけど、一応持ってきますで、あともう一個はこれも結構昔から持ってて、どこのなんだっけ、てか下がないんだけど、これは昔からよく登場してますが、どこのなんだろうね。タグをなぜか切ってるからわかんないんですけど、こういうカラフルなやつ、もう着るかわかんないんですけどほぼ着るかわかんない、もう持ってこうと思います。まあ多分ね、動画を見ていただければ、なんで着るかわかんないって言ってたかわかると思うんで、まあそれはおいおいになるんですけど、まあそんな感じで持っていきたいと思います。なので、まあこのうち半分ぐらいしか着ないんだろうね。ちょっと色味のバランスとかを見ながら考えます。はい、以上水着の紹介でした羽織物、これロスで買ったんですけど、こういう羽織系のやつも持ってこうと思います。あとこれも、これどこだっけ、フォーエバーで買ったんですけど、水着の上に着るやつ、日焼けしたりするんで結構着る感じになるかとは思います。水着周辺だけでこの量っていうね。その前にこれをまずバッグの中に引こうと思ったの、デカ風呂敷。これだったらなんか壊れたりとかしないし、まとまりそうだし、お土産は正直セブンに行ってそんなに買わないと思うんですけど、これでまとめておくことでなんかいいって、旅のね、なんかそういうやつに書いてあった、まとまっていいですよって書いてあったんで、指示通りに行こうと思います。はい、いいね。はい、次こっちの服たちを出ていこうかな。これはトップショップで、これもロス行った時買ったんだったかな。今トップショップってなんか日本から撤退しちゃったんだったっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、そんな感じ。ちょっと今回テーマカラーは青めで行こうかなと思っていたので、そんな感じのやつです。あっちは今ね28度ぐらいらしいから全然ねいいと思うんだよね。で、これもね懐かしいんだよね。これも2年前ぐらいにハワイにお姉ちゃんの結婚式で行った時とかに着てたやつ、アンソロポロジーで買ったんだよね、あっちで。すごい可愛いんですけど、洗濯したらこんな縮むと思わなくて、ちょっと縮んだっていう伝説の手洗いだったんだね。ちょっとよくわかんなくて、プーケットで買ったこの前、なんかリゾートっぽいなと思って、ふんわり畳んでいきたいと思いますね。これもロスのアンソロポロジーで買った、ビトコンで行った時だったかな。
何とも楽なので帰りに着ようかなと思っています。雪寒かったらあのライダースとかもう着てこうかなと思ってる感じですけど、そんな感じです。でこれはあのね、久々に登場しました予備、服の予備ね。ほらなんか急に海に落っこっちゃったりとか、もう尋常じゃないぐらい滝のようにナイアガラのようにね汗をかいたりとかした時用の服です。でワンピースにしたらワンピースの方がね、あの量が減るんだよね結局とか思っちゃって、そんな感じ。あとリゾート感がなんか出るよねっていう感じでこっちにしてみたいと思います。はい、忘れるとこだったけどパジャマね、スヤーティーと、これはファンの方にいただきました、スヤーティーとこんな感じで部屋着を持っていこうと思います。はい、服はこれでいいと思うんだよね。 OK、 よし、いいぞ。でいつも通りもうカバンはこちらですよね、トレーダージョーズ。もう本当にこいつは使いすぎて、もう公私ともにっていうか、まあ公私ともに意味わかんない、いつもお世話になってるやつです。トートバッグがやっぱりちっちゃく畳めていっぱい入って、しかもこれポッケもついてるからやっぱ最強だよね。これを上回るバッグがない、旅行に行くときに本当そう思ってる。あとパンツ、あとはこちらスキンケア系ですね。こちらまたちょっとだけ中身変えました。いつも通り大量のコットンと太陽あれなんで、はい、反射反射反射 S 血。あとクレンジングはこちらでいきたいと思います。これなんか100均の真空の入れ物のやつに S 血入ってます。これとなんだっけ、ラクシーに入ってたこの三木本のローション好きなんで、これも持ってきます。あと美容液は同じく三木本と、あとこの前紹介したクリニークのターンアラウンドセラム AR、 これほんと超サラサラになるからメイク前をこれ使おうかなと思ってます。あとこれね、久々に使うと良さが分かる、やっぱ違うなと思う RNA パワーの SK2 のラディカルニューエイジで、あとはジバンシーのソワンノワールのアイクリームとクリーム。いつも通りこのちっちゃい子たちをね、シャンプーとコンディショナーは持って行って、ちょっと使うとマシになってんのかわかんないけど、このヒアルロン酸のやつをいつもね袋の中にこう入れて足して混ぜてからなんかシャンプーとかしてます。効果は本当にいまいちわかんない、どうなのかっていうことが。だからまあリピート買いはしないんだけど、まだ残ってるので使おうと思います。あとなんか肌がごわついた時用の酵素洗顔、あと普通の時用の洗顔が入れてないな、あーやばい。はい、じゃあこれ持ってきます。トラベルサーチじゃないけどジバンシーのブランディパンフォームってやつ、まだこれ使ったことないんですよね。これを使ってみたいと思います。これを持ってこう、もうパンパン、もうこれで結構荷物やばいんですけどっていう感じなんですけど、なんでかな。で、あとこれいつも持ってる海外用のコテなんですけど、これはね、どこで買ったんですかって言われるけど、ドンキですごい2980円ぐらいだったかな、なんか安かったやつなんですけど、今回ストレート持っていきたくて今 Amazon で発注中なのでそれも持っていこうと思います。機内用はねちょっとは減らしたんだけど、休息時間、蒸気でアイマスク、これ鉄板、喉ヌール濡れます。この3つはね、もうね、すでにエントリーだから。歯磨きシート、あんま使わないけど、で、アジアなんで虫除けシート、あとメイク落とし、絆創膏、歯ブラシ、これ好きなんですよ、これ、わかります？これの歯ブラシ好きです。それと、あとミストが SK2 のミッドデイですね。あとハンドクリーム、結構最近も手カサカサする時期が来たんで、あっちではなんないかもですけど機内とか結構塗ってます。大事、目薬、目焼けるからね。あと扇子、ちょっとこうやって日陰を作る時にぴったりなんで扇子も持ってきます。で、あと持ち歩き用でね、アジアに行く時に絶対持っていかなきゃいけないもの、特に島系に行く時に持っていかなきゃいけないのはこちらです、ティッシュ。絶対だから、ご飯屋さんとかも意外と置いてなかったり、これリンリンもらったやつだけど、トイレとか行っても意外となかったりするから、これは絶対なんですよ。あとこの無印で買った紙石鹸、これも必須。
必要だと思う。あとここにも絆創膏、歩いてて靴ずれとかね、なんかいろいろあるかもしれないので、これは大事かなと思います。これは持ち歩きのトートバッグの中に、だいたいここにね、さらに Wi-Fi とか入れるんですよ私は。あとガムだね、ガム。なんかニンニクを使った料理とか意外と出てきたりするから、ガムはここにも入れとくって感じですね。これは持ち歩きでアジアは必須なものだと思う。台湾とか、そうセブとかプーケットとかそういうとこ行った時に、まあウェットティッシュも本当あった方がいいけど、ウェットティッシュとかティッシュ系は本当にね、持ってた方がいいかなと思います。これめっちゃ面白いこれめっちゃ面白いんだけど、何かっていうのはあちらで動画で撮ります。ちょっと面白いグッズを持っていくので、動画また撮りたいと思います。あとは靴ね、よく3足かな、で履いてく靴含めて4足っていうのはいいかな。一応なんかね、うん、服の系統がいろいろバラバラなんで、今回は仕方ないっていうことで、靴はね、こんな感じになっちゃった。私はこの靴買った時についてる袋に入れて、こんな感じ。結局シャワーキャップもね、いいとか言って試してみたんだけど、薄くてなんか結構とんがった、こういうウェッジならいいけど、とんがったヒールだとあんま靴も良くないし、周りのものにも良くないかなと思ったんで、あのシャワーキャップ戦法をねやめたんですよ最近。結局この不織布が一番いいし、なんかすぐ靴分かって取り出せるよとか言うけど、靴そんな5足も6足も持ってくわけじゃないからすぐ分かるしとか思って、結局のところこれが一番無難じゃないかなっていうことに落ち着いた。大は小を兼ねるっていうのと、これは無難にそういうことだって分かった。だからこれをこのまま入れていきます。こんな感じ。あとなんかある？はい、大きい荷物は多分こんな感じでいいと思うんだよね。あと男性ストッキングとパソコンとカメラ、あと海があるんで今回 GoPro を持ってこうと思っています。なのでカメラは3台体制でいこうと。足りると思うの？多分ね、わかんない。あ、そう言われるとすごい不安。危なー、パスポート、パスポートじゃん、パスポート忘れるところだったよ。この私のパスポートの入れ物の中には必ず毎回ボールペンが入っております。ボールペン必須だからね。なんだろう、50円と、これどこの国の通貨だ。あ、オーストラリアね、オーストラリア、この前行った時が出てきた。なんか前さ、私さ行ったよね、セブン。セブン行ってさ、すごいお金すられたけど、ちょっと残ってなかったっけ。すごっ、おしゃれ、語がおしゃれ語がおしゃれすぎてる。オーストラリアはまた行くことあるかな、どうかなっていう感じだけど、セブとかタイあたりは絶対また行くもん。あとアメリカ圏、怪しい。あ、シンガポールだ、シンガポールだ。これタイだな、バンクインドネシア、違うな。え、ペソなかったっけ、ペソないの。あった、でも通貨の価値が全然わかんない。ちょっとしか多分ないけど、あった、これ持っていこう。え、これフィリピンっぽいよね。あ、フィリピンズって書いてある、これだ。これ旅行に行くときね、結構旅行に行くんで、着いた瞬間に小銭がないと困るときあるんですよ、ホテル着いたときとかね。なので、これいくらなのかわかんない、多分1000円ぐらいしかないと思うんだけど、これを持っていきますね。あ、よかった、ちょっとだけでもあって。いや、ドルどうしたの。3万分ぐらいあるわ、ドル3万分ぐらいドルあるから、ハワイ行ってくるわちょっと年明けたらハワイ行くわ、決めたわ。来年の第一旅行はハワイにします、っていう感じで持ち物も OK です。ちょっとカメラとかはまだ使うので、おいおいね、でいこうかなと思いますけども、今回のパッキングはこんな感じです。で最後ね、ここ縛ればいいから。でもセブとからへんだと、今回セブもだけど、セブじゃないところにも行くんですよ。だからセブは行ったことあるけど、まあ初めての場所になるからすごい楽しみ。誰と一緒に行くかっていうのはおいおい分かると思うんで、はい、そちらも楽しみにしてもらえればなと思います。で、はい、風呂敷にしたらほら結構いい感じになったかなと思います。こんぐらいは空いてるので、まああのコアラ1匹ぐらい入る、カピバラ、カワウソは5匹いけるぐらいのスペースはあるのでいいかなと思います。
これだね。これにこれですごいんだよこれ背負うと。めっちゃでかいでしょ。こんな感じで行ってこようと思います。はい、皆さんちょっと誰と行くのかっていうのはまだね言ってないんだけど、絵になる方と行ってくるので楽しみにしててください。はい、というわけでパーキング終わった、イエーイ。本当に嬉しい。もう何時間かけてやっとここまで来たのって、もう24時間ぐらいかかったんじゃないのっていうぐらい本当にやるのが嫌だったんだけど、よかった YouTuber で動画回しながらできるって素晴らしいねっていうことで旅行に行くんだけど、ほんとパッキング屋だっていう人はこの動画見てダラダラ一緒に準備したらいいかなと思います。はい、というわけで今日の動画はそんな感じでした。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。